はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 私ボイストレーナーが勝手に選ぶジャニーズ「歌うま番付2023」。はいということで勝手にタイトルコールみたいなものを始めてしまいまして、ね、私一人が盛り上がってるような感じになっておりますけれどもいよいよですね 昨年そしておととしに続きまして今年3回目ジャニーズの皆さんの歌声をたくさん聴かせていただいた中でボイストレーナー歴20年の私イガがですね独断と偏見でありますけども選ばせていただいた歌うまトップ10の10名を今回はランキング1位から10位ではなくてお相撲のランクに例えさせていただいて。 一番高いところが横綱級の方たちそしてその下が大関級の方たちそしてその下関脇級の方たちということに分けさせていただいて今回はトップ10の皆さんを発表させていただきたいというふうに思っております。そして今回は、えー、早速ですけども、 関分けクラスのお一人目を今から発表させていただきたいと思います皆さん準備はよろしいでしょうかと言ったところで別に皆さんの返事が聞こえてるわけではありませんので進めていきたいと思いますそれでは私もちょっと1年以上ぶりでちょっとばかり緊張感がありますけれども真剣に選ばせていただきました私ボイストレーナー20年サイが選ぶ

ね、これは小滝さんそして小滝さんファンの皆さんに聞いてみないと分かりませんけれども私の中では完全におめでとうございます,です、えーまあ、ジャニーズのね、えー、所属されてるアイドルの方でもたくさん、えー、人数もいらっしゃると思うんですけど私はそのジャニーズだからとかっていうふうに別に区切ってないですよ本当にボーカリストというふにして、えー、どういう感じかなっていうのをですねあそうだそうだここに今ねちょっと隙間が。 空間が空いてますけどここに今出しましょう小滝望さんのレーダーチャートドンはいこれ新システムですね去年まではこういうのなかったですけれどもそしてえっ、ー、と私が選ばせていただいている、ね、7項目を一応ねちょっと文字がちっちゃいので説明させていただきたいと思います上からぐるんと時計回りに音程そして安定性それから表現力リズムそしてビブラート ロングトーンそして声のの響きというこの7項目になっております、はいまあビブラートは皆さんご存知の方多いと思いますけどロングトーンというのはねまっすぐ揺れずに伸ばす音のことなんですけどこれは非常に私はまあ重要視しているというかビブラートとロングトーンは両方ちゃんとねできているとすごく効果があると思うんですけどそれを2つに分けさせていただいてさあそしてですこの小太鼓のね今レーダーチャート見ていただくと基本的に ほぼ80という数字を出させていただきましたはいこの80というのは非常に高いです私の中では、えー、音程ももちろんしっかりしているそれからどの時に聞いても声がしっかり安定しているで表現力というのはですね例えば低めの音はすごく優しく出してみたり高めの音は強く出してみたりまたはこう曲の タイプによってねロックっぽいものはしっかりロックっぽくそしてバラードっぽく優し,い歌優しく歌うやつは優しく歌うそういうのを表現力と言ったりしますけどそういうのも非常にレベルが高いところで維持されているなと、まあ、リズムというところはね75とちょっと他のところに比べたら、えー、少なめにはなってるとは思いますけど、まあ、これも決してリズムが悪いというわけではなくて。 もう本当に80という数字、75もそうですけど、かなり高いので、まあ平均的にはできてる上に、さらにこうね、えー、積み上げてきて75ですから、これも非常に高い数字です。決して悪いというわけではもちろんございません。そして、えー、ビブラート、ロングトーン、ここはね、私が2年ほど前からですね、ジャニーズの皆さんの歌声を、まあ、じっくり聞くようになったのは。で、そこで最初にジャニーズ WEST のその小滝さんの歌声を聴いたときは、 まあ正直言うと声自体は結構出てたと思うんですけどちょっとそのね音程の面であったりとか今言ってるそのロングトーンとかねビブラートというのは今ほど丁寧ではなかったと思うんですよねだからこの2年ぐらいでググググっとそのポテンシャルが高くなってきているという,えいう感じがま私はしてるんですね。 はい、なので、これロングトーンとビブラートというのはどちらも本当にえ。小田急の歌声というのは安定してると思います。そして最後が。響き声の響きですね。もうこの響きっていうのはまあ、言葉で言ったら簡単にね。響きという風に聞いて終わってしまいますけど、本当に言ったらその歌い手さんの声の大根本ですから、この声の響きっていうのがやっぱり基本なってないと、その後に出てくる。いろんなこうテクニックとかね。 それが表現力というのも声の響きありきだと思うんですよねだからこれから発表させていただくトップ10の皆さんはもう響きはめちゃくちゃいいという大前提です。これがまあ80点はいということで7個ね全部こう足させていただいてのこの関脇ランクという形にさせていただいております。 まあ、特にですね。あの古体君の場合は、私はあのジャニーズ west の曲をよく聴かせていただいてたタイミングがあのサムシングニューというねえー。あいみょんさんが作られた、えー、楽曲だったわけですけど、それの歌い始めと歌い終わりが古くんから入るんですよね。それがすごい低い。ところで入っていくで、その歌の中でね。こう盛り上がりがあって、サビのところもバーッと張って。 ってって、一番最後も、こう、低いところで、すごくその、表現が難しい。高いところは空気をいっぱい使って強く出しに行けば、かっこよく出るっていう確率がぐんと上がるんですけど、低いところっていうのは、本当に空気の量がしっかりあって、なおかつ、それはあんまり強く出すとね柔らかい表現にならないので、優しく出しにいって。 でさらにそれをいい響きそして表現力、まあ、言葉の伝え方というこれがね私の中では結構評価が高いとこびっくりしたんですよねあれがバーンとサビのとこで張った後に一番最後あんなに低い音を小太君がさらんと出しに行ってなおかつ安定感があってさらに言うならばあのお顔の綺麗さそしてスタイルの良さという、まあ、これはもうジャニーズアイドルの皆さんはね もう本当にお顔の良さというのは当たり前なんですけれどもにしてもですねあれだけ歌が歌えてきてる上に逆かあれだけ綺麗なお顔スタイルがいい上にあれだけ歌えるようにさらになってきてるというのはまあちょっとやっぱりねトップ10を外せないかなという風な私の感覚ではありましたね。はいということで。 えー、少しね細かくお話をさせていただいておりますけれどもこんな感じでですね、えー、これからまだ発表させていただきます残り9名も全てこうやってねチャートを作らせていただいておりますので、えー、そちらをこうお話ね細かくさせていただきながら一気にできたら、えー、毎日配信をさせていただいて、まあ、横綱級が ねえー、何名かいるんですけどもそこまで一気にご紹介できたらなというふうに思っておりますそしてこの「ジャニーズ歌うま番付」なんていうね偉そうな名前をつけて私がね、えー、ジャニーズの皆さんを評価してるみたいに思っている方もいるかもしれないですけれどもこれはね、あのー、悪いところをこう上げて足を引っ張るとかも,もちろんそういうことではなくって私の目的というかね、まあえて、ね、こういうことをやるのは 私の中でのこれ1年後といろいろ聞いてきてランキング頭の中でこう整理したいというのももちろんありますけれども私がそうだったように2年前まではジャニーズさんの、ね、歌声を全然ジャニーズグルーープに所属している、ジャニーズ事務所に所属しているグループの皆さんですね、の歌声を真剣にあまり聞いたということがなかったんです申し訳ないことに。 本当に上手な方といいうのがたくさんいてなおかつこの2年の間でもどんどん皆さんが進化をしていると私が聞いてて思うので今までジャニーズの方たちの歌声を私の2年前のようにあんまり意識して聞いてこなかった皆さんがじゃあどんな方を聞いてみたらいいんだろうという時の参考に今日から発表していく10人がなっていっていたら私もちょっと嬉しいなというですね 今までジャニーズを応援していたファンの方たちに見ていただけるのはもちろんですけどもそうじゃなくえ皆さんの頭の中にジャニーズアイドルですよねそんなに歌とかうまくないんじゃないですかというイメージを払拭する10人だというふうに言っていいんじゃないかなと私が自信を持ってお届けさせていただこうというふうに思っておりますのでですねぜひ皆さんも温かい気持ちで。 見ていいいたただけたら嬉しいなと思いますもうコメント欄にはね昨日のこういうことやりますよというね紹介動画の中にももう辛辣なものが来ておりますけれどもそんなものがね来るのはもう当然だと思いますし別にまあ書きたいという方は書いていただいてもいいですけれどもトップ10発表するまではですね私が決めさせていただいたものを自信を持ってお届けしたいと思いますし、まあ、改めて言わせていただくと 本当に適当につけているわけではなくて真剣にまあ皆さんねたくさん何年も聴いているファンの方たちからしたら少ないことは当然分かっておりますけれども私の聴、えー、いてきた範囲ではありますがこの2年間いろんな楽曲いろんな歌声を聴かせていただいて本当に皆さんにお勧めできる方たちをご紹介していただけたらというふうに思っておりますので、はい、その辺も加味してですねどうぞ温かくと <laughs> ずっと自分をフォローしてるみたいになってますけど、えー、見ていただけたりこれからジャニーズをね新たに知っていただく方のきっかけになったらなというふうに思っておりますのでその気持ちもお伝えしながら1回目は終わっていきたいと思いますということで、えー、また明日以降もですねどんどんご紹介していきたいと思いますので、えー、よろしかったらまた見ていただけたらと思いますということで今回は1回目皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。